簡単に作れるフェイスマスクをご紹介します。こちらはエアロシルバー、こちらはダイソーのクールタオルを使いました。エアロシルバーは前回のマスクにも使いましたが、切りっぱなしで使えるので、こちらは型紙通りに切っただけで作ったフェイスマスクです。つけるとこんな感じになります。この鼻の下がカーブになっているので、ダーツを入れなくてもこのように前が上がって鼻の下が息がしやすいようになります。こちらは調節ができるように折り返しだけ塗って作ったマスクです。エアロシルバーが手に入らないときはダイソーのクールタオルでもできます。切りっぱなしでも良いのですが、ちょっと顔周りだけ洗ったときに少しぼやける感じがしたので1センチ内側に塗っています。ダイソーのクールタオルはどちらを表にするかというのは人によって意見が違うようです。私は色味で選んで黒を外側にしています。この形のマスクでしたらどちらでも好きな方を選べば良いのかなと思います。こちらをつけてみるとこんな感じになります。エアロシルバーよりも柔らかいので、少しこう前に行かずに垂れ下がる感じになりますが、薄いのでつけ心地は良いかと思います。今回はこのような型紙を作りました。3種類のマスクが作れるようにしています。黒の線でこのように切った時にできるのがこちらのエアロシルバーのマスクです。ゴムの調整ができるので、いろんな顔の形の方に対応できるかと思います。この青の線で曲線を描いているのがこちらのタイプです。こちらのタイプを作るときはぴったりでないといけないので、顔のこの耳の付け根から逆の付け根までが26センチプラスマイナス1センチぐらいの方におすすめです。測るときは耳のこの前の付け根のところから鼻を通って反対側まで、これが25センチから27センチくらいの人ならこの一体型で良いかと思います。ダイソーのクールタオルを使うときはこの縫い代付き1センチという赤い線で切ります。赤い線をこの形に切り取ります。型紙ごとに切り取ったのがこちらです。まずはこちらの切るだけのフェイスマスクを作ります。エアロシルバーを輪にして型紙を当てます。この型通りに切り取ると出来上がりです。切り取るだけで簡単なのですが、ちょっとこの耳かけの部分が難しいので解説します。待ち針で留めて、この耳のところだけペンで外側をなぞります。耳かけ以外のところを切っていきます。切りっぱなしになるので、この輪のところからハサミを大きめに開けて一気に切り進めます。上も同じく大きく開いて、ここに切り目を入れます。ここまで切ったら一度外して待ち針を打ち直します。布が大きいままだとカーブが切りにくいので、ざっくりと1センチぐらい外側をこのように切り取ります。ここからゆっくりとカーブに沿って切っていきます。
内側を切ります。待ち針を外に変えて真ん中をつまんで穴を開けて角のところまでハサミを入れます。ここからハサミで丸く切り取ります。根元で切るような感じです。このように切れました。見てみるとちょっと下がきれいに切れてないなっていう時は後からハサミを入れて整えます。これで出来上がりです。次はダイソーのクールタオルを使います。こちらの1センチ多めの型紙を使って輪にして、型紙通りに切り取ります。このように切りました。まず上端を1センチ内側に折って縫います。次にこの端を内側に折って横の線に揃えます。ここにミシンをかけます。こんな風に縫えました。ここに20センチのゴムを通すと出来上がりです。最後にこのエアロシルバーを使ったこのゴムタイプ、こういう型紙を使って型紙通りに切り取ります。両端を内側に折って縫います。こちらも同じように20センチのゴムを通して出来上がりです。